はい、こんにちは。今回はこのルパン三世のさらば愛しきルパンよに登場したロボット兵ラムダのご紹介です。このロボット兵のねフィギュアはねもうずいぶん前に買ってきたものなんですけど、もう今更ながらの開封動画です。はい、このロボット兵が何なのかということをご説明すると、これは宮崎駿監督が手掛けたですねルパン三世のセカンドシーズンの最終話、さらば愛しきルパンよに登場していたロボット兵なんですね。天空の城ラピュタに登場したものとすごいよく似てるんですけど、まあ一番最初に登場してたのは実はこのルパン三世だったという。それでこのロボット兵の肩に乗っかってんのはナウシカみたいな女性が乗ってますけど、これは小山田真希というキャラクターです。もう見た目がねナウシカっぽいんですけど、実はね声優もね島本澄さんが担当していて、ナウシカと同じなんですね。はい、それでこの最終回ご存じない方に説明すると、このさらば愛しきルパンよではこのロボット兵がですね宝石店を襲撃するっていうシーンがあるんですね。そこでまあ登場するラムダというロボット兵なんですけど、まあ、それを操縦しているのがこの小山田真希と、ナウシカみたいな女性の小山田真希ということですね。第155話最終話、さらば愛しきルパンよ。ちなみにこの死の翼アルバトロスというのも宮崎駿監督が演出を務めています。これレンタルショップとかでも借りれるので、ぜひまだ見たことがない人は見てみてください。ちなみにこれはレコードなんですけどね、まあ、ちなみにこのレコード版のこのフライヤーみたいなのがあるので、まあ、これは多分見せても大丈夫だと思うので、まあ、こういった形で登場するということですね。1981年東京、まあ、ロボット兵が宝石店を襲撃するというシーンで登場したのが一番最初のロボット兵の登場です。ほらもうこの小山田真希はナウシカみたいですよね。でこの宝石店を襲撃するというこのねロボット兵の登場なんですけど、これって実は宮崎駿監督が子供の頃に見ていたアニメーションのオマージュなんですよね。それでそのオマージュで登場したのがこのロボット兵だったんですよ。何のオマージュをしていたかっていうと、まあ、もうね宮崎監督が子供の頃のそのアニメーターでフライシャーっていう人がいたんですね。フライシャースタジオっていうのがあって、まあ宮崎監督はそのフライシャーが大好きだったんですよ。あのベティプーブとかも有名ですけど、それもフライシャーが作ってるアニメーションですね。でそのフライシャーの作品が好きだった宮崎監督は、このスーパーマンの中でロボットが銀行や宝石店を、あ、宝石の展示会だったかな、襲うっていう放送会があったんですね。そこで登場したロボットっていうのがちょっとフォルムが近い、こうやって手足の長いロボットだったんですね。顔とか全然違うんですけど、もう体型もちょっと違うんですけどね、手足が長いっていうので登場シーンがすごく似てると、襲うシーンとかがすごくよく似てるんですよ。そのオマージュをして登場したのがもう一番最初のこの登場だったんです。この顔はね本当に全然違うんですけどね。このロボット兵の顔っていうのは宮崎監督はこの時計の裏蓋を開けた時のこの時計のパーツを参考にしたって言ってましたね。なんかそれがまあちょっと顔っぽく見えたんでしょうね。それでまあロボットの顔にしたら面白いんじゃないかと思って、多分こういう顔にしたんだと思うんですけど、まあそれでこういったデザインになったと。まあロボットのデザインはまあ完全オリジナルで、その登場シーンがまあオマージュとして描かれてるっていう状態ですね。まあその一番最初の登場っていうのがさらば愛しきルパンよだったと。でその元ネタとなったそのフライシャーのスーパーマンのアニメーションっていうのは今ねネットでね見れるので、よかったら検索して見てみてください。著作権が切れてるのかね、そのウィキペディアにね動画が載ってるんですよね。多分あれ違法じゃなくて普通に見れるやつなんだと思うんですけど、よかったら見てみてください。謎の現金強奪ロボットというので検索すると出てきます。ちなみに僕はこれ DVD も持っていて、これはバッタくん街に行くとこのスーパーマンがセットになった DVD なんですけど、このバッタくん街に行くっていう作品もまあ宮崎監督が大好きなまあフライシャー作品なんですけど、まあそれとスーパーマンがセットになった DVD セットと。これねちょっと昔のやつなんで今もう売ってないかもしれないんですけど、まあわかんない、中古がもしかしたら売ってるかな。興味がある方は探してみてください。スーパーマンがセットになってて、スーパーマンが何話まで入ってんのかな。スーパーマンがあれですね、13個のエピソードまで入ってますね。でこの中に入ってる第2話のロボットモンスターっていうのがこの宮崎監督がオマージュをしたロボットが出てきます。このバッタくん街に行くっていうのも宮崎監督大好きで、何年か前にねこれの宣伝もしてましたけどね。ただこのバッタくん街に行くを目的として買うんだと、この DVD じゃなくてデジタルリマスターしたものが売ってるので、そっちを買った方がいいです。そっちの方が断然映像が綺麗なので。スーパーマンが見たい方はこれ買ってください。はい、それでそのオマージュしてることについて、この BS アニメやはルパン三世カリオストロの城っていう本の中で岡田斗司夫さんがね結構話してるんですよね。その宮崎監督は映像的引用が多いけど、それは引用元よりうまくやっているみたいなことをねすごく解説しているので、面白い内容なので、よかったらこの本も読んでみてください。 BS アニメやはルパン三世カリオストロの城、これ多分中古でまあ古本屋とか、まあ、ネットオークションだとかフリマアプリでも多分買えると思うので、そんな入手困難な本ではないと思います。まあおそらくもう絶版だと思うんですけどね。
まあ、宮崎駿監督がね、映像記憶力がものすごくいいっていうので有名で、一回見たものをね、ほとんど記憶に留めてるみたいなんですよね。その記憶を頼りに、まあ、自分流にアニメーションを作り直すっていうんですかね。もうその映像を見ながらっていう作り方じゃないので、もう自分の中ではこういう風だっていう記憶があるんですよね。それでオリジナリティのある新しいアニメーションができるんで、ちょっとね、普通の人とは能力が違うんですよね。そんな一回パッと見たものを記憶できないじゃないですか。宮崎監督はそれができるので、元のものを参考に作っても真似をしてるっていう風には見えないんですよね。まあ、特殊能力ですよね。はい、それでまあそのルパン三世に登場したこのロボット兵なんですけど、宮崎監督がねこのロボット兵のデザインを結構気に入ってたらしいんですね。それでまあこの1回だけで終わらせるのは惜しいなと思って、どっか映画で使いたいなと思って、それで登場したのが天空の城ラピュタのロボット兵だったらしいんですよね。まあ、このテレビシリーズだけで終わらせるのはもったいないと思ったんでしょうね。はい、ちなみにこの天空の城ラピュタバージョンのこのロボット兵のフィギュアも持ってるんですけど、まあ同じ顔してますよね。ちょっとねボディのデザインとかは違いますけど、まあ、大体同じですよね。このロボット兵のフィギュアはね、もう何年も前に、10年以上前に買ったと思うんですけど、その当時ね8000いくらだったような気がするんですけど、まあ、その時でもちょっと高いなと思いながら買ったんですけど、今もっと高くなってますね。プレミア価格になって2万円ぐらいになってんのかな。まあ、10年以上経ちながらもいいものを買っておけば状態はいいですよね。長いこと楽しめます。はい、それでこのロボット兵のこの顔なんですけど、その時計のパーツを参考にしたというこの顔、この顔なんですけど、最近気づいたんですけど、あの宮崎駿監督が風の谷のナウシカを連載する前に書いたイメージボードっていうのがあるんですよ。その中にメーベに乗ったものがあるんですけど、そのメーベの顔っていうんですかね、そのメーベの顔もこのねロボット兵と同じ顔してたんですよね。もしかしたら最初はねナウシカで登場させようかなっていう風に考えてたんじゃないかと思います。だけどまあ結果的にはまあやめてるので、まあやっぱりロボットの顔の方がいいかなっていう風に思ったんですかね、メーベより。まあ、その絵っていうのは風の谷のナウシカの水彩画集に収められているので、よかったら買ってみてください。もうページの最後の方に載ってます。はい、ということで今回は宮崎駿監督がデザインしたロボット兵ラムダのご紹介でした。よかったら皆さんもあのルパン三世のねセカンドシリーズの最終回、さらば愛しきルパンよを見てみてください。まあ、天空の城ラピュタに登場する前のロボット兵が見れるのと、まあ、ナウシカのような少女小山田真希も登場しているので、もうこれぞ宮崎作品というようなルパン三世になっています。はい、それからよかったらこの BS アニメやルパン三世カリオストロの城を読んで、フライシャーのスーパーマンも見てみてください。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。